山梨小林玲選手です。初の砦ですけれども、走ってみた感じいかがでしょう？悪くないんで、いいと思います。初日は横の動きもありましたが、そのあたりはいかがですか？展開がああいう形になってしまったんで、ああいう風になってしまいました。準決勝は逃げ粘っての2着ですが、そのあたりは？そうですね、準決勝はもう本当自信のあるレースだったんで、明日につながると思います。決勝戦ですが、小林玲選手の走り方を教えてください。2車なんで、あと優勝がないんで、明日は優勝を狙って走りたいと思います。では最後にファンの皆様に決勝戦の意気込みをお願いします。自分の走りを精一杯するので、応援よろしくお願いします。